今日は、ウェルアルバム、ウェブアルバム、ピカサについて、ご紹介していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。まず、ピカサ3、このアルバムを開きます。でこのアルバムは、どういうサービスかというと、Google のサービスの一環の写真とか動画を加工したり編集したりできるサービスなんですけれども、ピカサ3というソフトをダウンロードするとこのようなひな形をもらえます。自由に使うことができます。通常ですと例えば何か加工したいという時にすごく一般的なのは、例えばこういうふうにこれいろいろある画像を私が貼ったんですけれども、じゃあこの貼り合わせどういうふうにしたらいいかということを多分知ってる方もいると思うんですけれども復習で、やってみたいと思います。はい、ですね、どれ行こうかな。まあ、このようにですね、このようにできるんですね。はい。で、このポラロイドのように加工したのも実はできましてですね、実際にやっていきたいというふうに思いますね。例えば児玉くんの写真でこれを選択しましたらですね、この下にこういうふうに来るわけですね。でこれを一応選択してこの刺すやつピンを打ち込みますとこのようにちょっとちっちゃくてあれなんですけども確定されましたというふうに表示されます。この辺の写真も1枚、貼り付けて、もう1枚これを貼り付けますと。で3枚の写真が確定されましたというようになってますね。でこの後に、このコラージュここですね、ここのコラージュボタンを押しますとこういうふうに選択されるわけですね。選択されましたと。でこれを左マウスを左ドラッグかな、にやってこうやって動かせるわけですね。はい。じゃあこのそれぞれの写真に先ほど見て、いただいたポラロイド風にしてみましょうということで、今度左上、の加工の部分を見るとですね、この左側、右にポラロイド風の写真、インスタントカメラのように見せることができますというふうにできるので、ここを後で押します。でまずここを選択しまして、でこのポラロイド風左をクリックすると、なんと、ダーンというようになるわけですね。はい。同じようにこの写真も、ちょっと大きくしましょうか、これは。同じようにこれをクリックするとこのように、あ、これちょっと切れちゃったんで、じゃあこちらの写真の方に加工しましょうってなるとこういうふうになるわけですね。はい。じゃあ最後、このような形で、ポラロイド風にできるということですね。はい。でこのままでもいいんですけども、この写真の背景、この今オレンジになってるんですけども、ちょっとイメージと違うという時にはこれをクリックすると色をいろいろ選べます。はい。じゃあ爽やかなグリーンでいきましょうということで、これでクリックするとバックが背景が変わりましたというふうな形でですね、できます。はい。これがコラージュという作業でございますね。でこれを作ると左側のこっちのですねライブラリー、こちらの左のライブラリーに戻りますと、これが一番上のコラージュ
というところに多分保存されていると思いますね。保存されてないかな。どっかにはコラージュできてると思うんだけど、さっきの、あ、これでここで作成しないとできるんですね。ここで作成と、作成するとドラフトということで今編集されているという表示が出ました。これでできましたということですね。はい。じゃあこの左上のところできてるかどうか見てみます。はい、できてますね。はい、こういう形ですね。ダーンと、はい、これで加工ができましたということで、これを写真のサイズでプリントアウトすることもできますし、ウェブページに載せることもできますということなんですね。はい、これすごいサービスです。で、今日はおまけに特別大サービスということで、このピカサアルバムにはもう一つおまけのアルバムがついてるって皆さんご存知多分ないと思うんで、ご紹介したいと思います。1カウントあたり、例えば Google、Gmail アドレスを持っている方、これ無料で作れるんですけれども、これを作っている方には、漏れなくウェブアルバムがついているという内容です。例えばこのパソコンがなくしても、壊れてしまっても保存ができてしまうというサービスなんですね。で、この左上のですね、このウェブアルバムというところを押しますと、そのアルバムに行けるというわけですね。例えばですね、ここに戻りまして、そうですね、この、いろいろこう寄せ集めたコラージュを保存しておきたい、取っておきたいというときには、なんと、一つのボタンで同期ができてしまう。要するに、このアルバムに入っているものを Google のホルダーに入れても構いませんよというサービスがあるんですね。で、じゃあそれをどうするにはどうしたらいいかということなんですけども、こちらの、左のホルダーのところをずっと辿っていきまして、このウェブ同期というところを押します。で、ここに表示されて、同期しますかどうしますかということで、これ同期をしますと、ここのところがですね、回り出して、なおかつウェブに同期がこの水色の色に変わるんですね。はい、じゃあ同期されてるかどうか確認してみます。確認するにはどうしたらいいかというと、こちらのウェブアルバムというものを押します。そうすると、Google の自分のウェブアルバムを呼び出すことができるわけですね。で、これがなんとただのサービスで、約 1GB 保存できますので、通常無料アカウントの方だと、1000枚から約2000枚ぐらい保存ができてしまうというわけなんですね。はい。じゃあ、今同期しているもののアルバムがあると思うので、どれだったかな、これでしたかね。これは以前にブログで載っけたものがこういうふうに保存されているんですね。ブログをされている方は必ず保存されているということで、これが保存されていますと。で、先ほどの、ウェブアルバム、どこ行っちゃったかな、これかな、これじゃない、同期されてる写真が探せないですね。これもちなみに保存されているものだったということですね。はい、ちょっと時間がなくなってしまったんで、これを除くと必ず保存されているということになってます。
ありがとうございました。